様ごきげんよう。大好き新刊紹介の時間です。司会は私、週に2回はコーデが同じになってしまう鶴田です。今回は昨年12月に出されましたメイン出版社のよそゆきコーデスタイルブックを紹介いたします。早速この本を担当した野村さんにお話を聞いております。よろしくお願いします。お願いします。ここで拍手大体20代の半ばぐらいから30代って結構結婚式が立て続けに来る時だと思うんですが、私自身今25なんですけど、だんだん結婚式に呼ばれる回数が増えてくる時に悩みになると思うのが、着ていく服、ドレスってなかなか何着も買えないじゃないですか。やっぱり普通の服よりはちょっと高かったり、普段どういう風に着回したりしたらいいのかわからない人に向けた、こういう服を一着買ったら着回そうねっていう服です。着回しコーディネートも見せてくれますね。はい、はい、これはい、3種類ずつ。コーデが載ってるんですけど、一個一個に結構しっかりと客層が書いてありますね。読み応えがあるというか。ありがとうございます。今回のこの本の監修をなさってくださったのが、ファッションレスキューの正近純子さんという方なんですが、その方が結構こうなんですかね、ファッションのコーディネートだけじゃなくてマナーとかに関するところもいろいろ知っている方 で、そういうことも講師なさっている方なんですね。で、私がその中でおーって一番思ったのが、この3章立てになってて、1章は結婚式に限るもの、2章が婚活とか合コンとかいろんなパーティーに関するもので、3章はデート、デートの時にちょっとしっかりしたところに行く時のコーディネートになっていて、でそのデートの3章の94ページでシーンがハイクラスランチとなっているんですが、さにも呼ばれそうです。で、3体あるんですけど、右下の左下の表柄のやつは NG コーディネートなので、OK で出てる2つが白いジャケットを持っているで、私の中でご飯食べるときに白いジャケットは羽織らないだろうと思って、どうして白いジャケットなんですかっていうふうに伺ったら、逆に白いジャケットを着ることで上品な振る舞いができるのよっていうふうにおっしゃっていて、確かになんかパスタとか跳ねるようなものを食べるときにすごいより気を使うと思うんですよ、白いジャケット着てたら。そういうところがなんかしっかりと詳しく解説なさっていて、コーディネート一つ一つに理由があるんですね。なのでさっき鶴田さんがおっしゃってくれたように、キャプションになるべくそれを盛り込んだので、そこもぜひ合わせて見てほしいところ。なるほど、いい服って人の振る舞いまで書いてくれるんですね。そうです。じゃあそんな盛りだくさんの一冊ですが、作られてて苦労されたところってどこですか？あ、やっぱり、はい、全部これ取り下ろしで大きいコーデなので、全部ドレスとか靴とか全部置いてその場で撮ってるんですけど、撮影が3日間ぐらい、短い制作期間だったので3日間ぐらいで100体以上撮らなきゃいけなく、それは結構大変なところでした。ドレスを都会引っかえ、都会引っかえで、やっぱレースとかネックレスとかをこう伸ばしたりとか、なんかあまりベターってなっちゃうと一体感なくなっちゃうので、適度にシワをこう寄せたりとか、そういう苦労がありました。これから読む方はぜひシワの寄り具合なんかを注目してみてほしいです。100回以上コーデが載っている中で、はい、野村さんが一番お気に入りのコーデがあるそうで、はい、結婚式のショーのレッドのコーディネートなんですが、この赤いドレスがすごい私は好きで、そうですね、なんかいかにも結婚式っぽい感じ、割と定番かなと思うんですけど、でも上品だし、赤のドレスってなかなか勇気いると思うんですけど、上に確かにショール羽織ってしまえば、なんか赤がそんなに目立ちすぎるわけでもなく、上品にまとめられてすごい好きなコーディネートで、それをデザイナーさんに強く訴えたら評論にしてもらえたので、私はこの評論がすごく好きです。あ、なんかシンプルですけど、レッドのおかげで花がありますね。これがいいです。これ
から買う方は裏までぜひ、はいはい、そんなわけでこちらの A 出版社より出された女子ゆきコーデス対応スクリプトは内まで全国で Amazon でお買い求めになりますのでぜひ買って読んでみてください。以上で内式新刊紹介終わります。ありがとうございました。